こんにちは、麦です。今日は質問に答えていく、いきます。で、今日なんだっけ、質問一つ目は寝落ちはよくしますかっていう内容だったんですけど、寝落ちはよくします。寝落ちはなんかいつも湯船お風呂あったかいうちに入ろうって思うんだけど、ついつい床に横になってしまって寝たらダメだね。床に横に、なっちゃって、なんか下着とかちょっとで脱げるよって、もう入れるよみたいな状態で寝ちゃうんだよね。あとかもうなんか全裸なんですけど、バスタオル巻いてなんなら走っていけばお風呂入れるのに、そこまで脱いでるのに寝ちゃうんですよね。だから結構ね、寝落ちはねするんですよ。いや、ありがとうございます。あとなんかね、たくさんいただいたんですけど、とりあえず2個目、麦さんは、エッチなことに興味が出たのはいつ頃ですか。確か中3かな、確かで、確かなんかこうめっちゃありきたりなんですけど、自転車とか、あとなんていうんですか、自転車サドルの先っちょの方とか、あとなんか机の、女の子って結構授業の合間にみんな一箇所に集まるじゃないですか。で、あの机の端っこでね、角がね当たるんですよね。で、あそこがちょっとこうなんかジーンってジンジンするなみたいな感じで、なんか、気持ちいいのかなみたいな、かなだったかな。最初、一番最初なんだろう、あんまり覚えて、あれ、これは動画を見てるだけ人だけのマルヒエピソードなんですけど、こんなこと言って大丈夫なのかな。あの小4の時に、私お兄ちゃんが一人いるんですけど、あの5つ上のお兄ちゃんのお兄ちゃんのお兄ちゃんっていうか、あそこね、あのとこ食べちゃうみたいな、でまあ、なんかさせられてたって言ったらあれなんだけど、なんかまあ してほしいみたいな、してなんかしたことあって、でだんだんね、こうだんだん多くなるんですよね。で、頻度が多くなってね、
小6の時だったかな、はね、よく触られてた気がする。確かそう、なんか長いね、そう考えたら。でなんかそうだね、お互いなんか暇だったのかな、そういうの好きだったのかね、そういうことしてましたね。内緒ですよ。はい、とりあえず今日は2つだけ、質問 いただいた中で2個だけさせていただきました。またね、質問コーナーいい感じだったらさせていただきたいと思うんで、この動画の続きが気になる方は、チャンネル登録と高評価押してから概要欄からチェックしてみてください。